5万円稼ぐのに多くの時間は必要ありません。はいどうも、バイナリー投資塾の陽介です。今回もね、早速やっていくんですけども、今回は1日5万円は楽々稼げる2つのインジケーターのみ、つまり最速で収益可能な逆張り仕様っていうのを紹介しようと思います。で、今回こちらの動画っていうのはバイナリーの初心者に向けての動画になります。いわば初心者のための手法の解説動画になるってことなんですね。なのでもしご不明点が生じた際っていうのは、気軽に僕の内に質問等をいただければ直接僕がお答えします。で、まだね、僕の内容追加してないよって方は下の概要欄ですね、そこに僕の内の URL 添付しておきますので、そこから追加をしていただければと思います。で、今回ね、初心者の方に向けての動画を公開しようと思った、まあ、経緯の方なんですけど、最近ね、喜ばしいことに投資を始めてバイナリーオプションを始めたてっていう方のご登録がすごい多くてですね、その中でよくいただく質問っていうのを僕の中で一つピックアップしました。それがですね、これなんですよ。まあちょっとね、文章長くなっちゃったんで、まあカットされてる感じになってると思うんですけど、この質問すごい本当に結構多かったんですよ。ただね、まあ、正直言ってこれ一概には答えられないんですね。なんだよ、知らないのかよって思った方もいると思います。じゃあ例えばあなたが順張りを得意にしているトレーダーだとします。そこでじゃあ逆張りの手を伝授してもやっぱりやりづらかったりするんですね。それって結局は効果的ではないんですよ。なのでその人その人に見合った手を見つけなくてはならないので、初心者が覚えるべき手法はこれだっていう答えが出せないんです。ですがそれを言ってしまうと挫折してしまうっていう方が続出する恐れもありますので、利益もねしっかりと取れて、条件などもめちゃくちゃ簡単な手法はないのかと、まあ、しばらく検証などを繰り返してちょっと行ってたんですね。そしてついにまずはこれだけ覚えておけば問題ないっていう手法が完成いたしました。初めての方っていうのは、僕もそうだったんですけど、じゃあ最初は楽しくてね、いろんな方法を求めたりとか、じゃあこういった YouTube だったり、じゃあ SNS でね発信されてる方の内容をすごく参考にしていたんですけど、中には残念なことに投資の知識も全くないズブの素人がですね、システムなどを販売することが目的でプロトレーダーと偽って情報を公開されているってことも多々あります。なのでそういった方からのガセ情報っていうのはぜひともシャットダウンしてください。僕はこれまでに知識だったりとか、まあ、経験がないといった理由で散々詐欺まがいのツールだったりシステムなんかを購入して資金を溶かすっていう経験を散々してきましたので、すでに投資を始められている方、バイナリーオプションのトレードをスタートされた方々には間違っても僕がしてきた失敗っていうのをしてほしくないんですね。その一心で今回公開させていただきます。まあ多くをね語るより論より証拠っていうことで、早速解説をしていきたいと思います。それでは本編スタートです。はい、そうしましたらちょっと条件がね来そうなんで待機してるんですけども、はい、したらね今ローエントリーを1本だけ行いました。まずはねこちらの結果を見ていきましょう。はい、そうしましたらね、もう圧勝です。かなり大きな陰線が形成されてますので勝つことができています。で、今回5万円でのエントリーでしたので4万5000円の利益の獲得となります。はい、では早速チャート画面を通して解説していきたいと思います。で、今回ね紹介する手法は1分ターボの逆張り手法です。1分ターボですよ。もちろん5分でも使えるんですが、今回は1分のが勝率が高いです。なので1分で使うことをお勧めします。では早速やっていきたいと思うんですが、まず今回使うインジケーターね、こちらはすでに挿入されています。今回はウィリアムズパーセントレンジと、このウィリアムズパーセントレンジに対するボリンジャーバンドですね、トータル2つ、今回はこのたった2つでやっていくんですけども、エントリー条件も簡単で再現性の高い仕様となります。初心者の方でも即実践できる手法になりますので、必ず最後まで見て習得していただければと思います。それでは各インジケーターの挿入方法だったり設定数値に関しては解説を行っていきますので、しっかりと聞いておいてください。それではまずウィリアムズパーセントレンジから挿入していきます。まずこちらナビゲーターを押していただいて、このようにインジケーターがずらっと出てきますので、このオシレーターの中ですね、この中にありますウィリアムズパーセントレンジ、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が出てきます。
今回こちらの設定値につきましては非公開とさせていただいてるんですが、この動画を最後まで見てくださった方限定でお伝えしていきます。なのでそちらの設定数値を入手できましたら OK ボタンを押してください。でこちらのウィリアムズパーセントレンジを使ったことがあるよっていう方が意外とね最近少ないなと思ったので、簡潔にちょっと特性を伝えるんですけども、このウィリアムズパーセントレンジの最大の特徴っていうのが、この値動きの敏感に反応するっていうのと、レートに先行してサインが現れるってことなんです。逆にデメリットの部分で言うと、小さな値動きにも反応してしまうため騙しの多さが多少あるんですね。なので今回それを補うためにボリンジャーバンドを使っていきます。では続いてそちらのボリンジャーバンドについて入れていきたいと思います。ボリンジャーバンドも同様にこちらのナビゲーターの中にありますこのトレンドの中ですね、でこちらのボリンジャーバンドを一度選択していただいてから、そのまま長押し、まあ、ドラッグ&ドロップでこの中に持っていきます。でこれが普段と違う設定方法になるので、ここはくれぐれも間違えないようにしてください。で離していただくとこのような設定画面が出てきます。でこちらも今モザイクがかかってるんですが、こちらの設定値につきましてはプレゼントでお渡します。でこちらの設定数値を入手できましたら、こちらを設定していただければと思います。はい、そうしましたらね、以上で設定は完了となります。で今入れてもらったボリンジャーバンドもね、まあ、簡潔に伝えるんですけども、大まかに言ったらトレンドが明確に分かる、決済ポイントが分かるようになる、レンジ相場を早期に捉えることができる、行き過ぎた相場が分かるようになるなど、まあ、多様な使い方ができるインジケーターになります。今回はこの2つを使ってねエントリーを行っていきます。で、まあ、このままねエントリーポイントとエントリーの条件について解説したいと思います。でここからが一番肝心なので必ず見逃さないようにしてください。そして今回はねハイエントリーとローエントリーの2つありますので、まずはハイエントリーのポイントから見ていきます。はい、そうしましたらこちらのポイントですね。でまず見ていただきたいのがこちらのサブチャート、これ全て織り込まれているサブチャートを見ていただきたいんですけど、まずウィリアムズパーセントレンジの下のラインですね、このマイナス80のライン以下にあるポイントです。そしてボリンジャーバンドのマイナス2シグマにこのウィリアムズパーセントレンジがタッチしてるってことが条件です。まあ、条件としてはたったのこれだけなんですね。つまりここです。ここが条件が一致したポイントになります。ですのでこちらの単線の次の足でエントリーしていただくと、このようにね陽線がしっかりと形成されてますので勝つことができています。はい、そしたらね実際にエントリーしているポイントがございますので、そちらのリアルトレード模様をご覧ください。はい、したらねちょっとハイエントリーで待ってるんですけども、 GBPY、JPY ねこちらで揃えそうなんでちょっとやっていくんですけども、今ね5万円でハイエントリーを行いました。でまあ今回ねハイエントリーに関してなんですけど、先ほどね少し紹介したように、まず基準となるのがこのじゃあウィリアムズパーセントレンジとボリンジャーバンドで、今回ハイエントリーになりますので、まずじゃあこのボリンジャーバンドのマイナスシグマに対してウィリアムズパーセントレンジが上から下に突き抜けたタイミングですね、そのタイミングの確認し次の足でハイエントリーを行ってもらいます。まあ、条件としてはねめちゃくちゃ簡単なんですけども、しっかりと勝つことができるのか、まあ、これをね今回今お見せしているので、まずはこちらの結果をご覧ください。おお、もう圧倒ですね。最後ググって、もうかなりね大きな陽線が形成されてますので勝ちです。で今回ね5万円でのエントリーでしたので4万5000円の利益の獲得となります。はい、したらどうでしたか。しっかりと勝つことができてましたね。で気づいてる方もいるかなと思うんですが、このポイントの横ここね、ここもしっかりと勝つことができてるんです。次の足見ていただくと陽線形成されていてしっかりと勝つことができています。ではどういった根拠でしっかりと勝つことができるのかっていう部分なんですが、まあ、ウィリアムズパーセントレンジのね特性でも少し伝えたんですけども、ウィリアムズパーセントレンジっていうのは未来の予知ができる、まあ、先行して表示してくれるっていうインジケーターになりますので、現在の価格ではなくて少し先の価格っていうのが表示されるんですね。なのでこれから先に売られるか買われるのかっていう予測ができるんです。そしてマイナス80以下を推移している時っていうのは、この後反発してくるっていう根拠が非常に強くなるってわけなんですね。それに加えてマイナス80以下のタイミングでボリンジャーバンドのマイナス2シグマにタッチってことは、この後価格は上昇していくと、まあ反発のね根拠を強めることができるので、根拠としては申し分ないぐらいしっかりあります。まあ以上のね根拠のもと次の足でハイエントリーをしていくことでしっかりとね勝つことができるってわけです。はい、ということでね次はローエントリーの解説していきたいと思います。
で、まあ途中にね、今回の章の注意点だったりワンポイントアドバイスもお伝えしていきたいと思いますので、必ず聞き逃さないようにしてください。で、まず Windows パーセントレンジ見ていただいて、この次は上ですね、マイナス20のライン以上を推移していること、これですね。で、なおかつボリンジャーバンドのプラス2シグマ、この上のシグマにタッチしているポイントがローエントリーのポイントです。ここですね、ここね、結構際どいポイントなんですが、しっかりと条件を一致しているのを確認できるのがこちらのローソク足です。ですので、こちらの単線の次なしでローエントリーしていただくと、このように陰線が形成されています。つまりしっかりとね、勝ちにつなげることができています。まあ、これは現在の価格ではなく、これから先買われすぎの状態、マイナス20以上推移しているっていうのが買われすぎっていう判断ができるんです。それに加えてマイナス20以上のタイミングでボリンジャーバンドのプラス2シグマにタッチしてるってことは、まあ、この後価格は下降していくといった判断ができるので、反発の根拠のもとローエントリーを行うことができるってことです。で、まあ、こちらのねポイントも実際にエントリーをしておりますので、そちらのトレード模様をご覧ください。はい、そうしましたらね、ポイントが来そうなんで待機してるんですけども、まあ、こちらはローエントリーですね。ローエントリーの条件がそれぞれですので、ちょっと待ちたいと思います。はい、今5万円でローエントリーを1本だけ行いました。まあ、ユーロ円ですね、こちらでローエントリーを行ったんですけども、まあ、条件とはね、先ほど解説したように、しっかりとじゃこのボリンジャーバンドのシグマに対してウィレンズパーセントレンジが上に突き抜けたタイミング、まあ、しっかりとね、まあ、上にクロスしてるっていうのが確認できたので、次なしでローエントリーを行いました。まずはね、こちらの結果をどうぞ。はい、そうしましたらね、しっかりと陰線形成されてますので勝つことができています。で、今回ね、5万円でのエントリーでしたので、4万5000円の利益の獲得となります。で、ここまで見ていただいた中に、今回の手法の注意点、ワンポイントアドバイスを伝授していきます。で、今回の手法はトレンド相場ではなくて、レンジ相場を狙っていく手法になりますので、重要度の高い経済指標が発生する時間は価格が大きく変動する可能性が高いです。なので、その時間付近っていうのはエントリーを控えてください。それと午前中は値動きが活発なんで、日中の取引が比較的おすすめかなと思います。で、まあ、通貨に関してはドルが絡むユーロ、例えばドル円、まあ、今回紹介しているドル円だったりとか、まあ、ユーロドルとかですね、こういったドルが絡む通貨はおすすめです。で、さらに今回の章のワンポイントアドバイスになります。それはバンドを置く時は取引を控えてください。バンドを置く時っていうのは反発ではなくて、その方向に進みやすくなる性質があるので危険です。で、今ね、お伝えしましたように、こういったところを少し意識するだけでも勝率って結構変わってきますので、こういったところをしっかりと守ることができれば、確実に、まあ、堅実に、ね、資金を増やしていくことができますので、必ず意識をしてください。で、今回の手法に関しては結構ね、避けないといけないポイントっていうのを紹介してきたんですけども、そんなに意識したら取引できる時間が全然ないじゃんっていう風に思う方もいると思うんですね。まあ、確かにトレードっていうのはやっぱ優位性の高い局面を狙っていき、優位性の低い局面で捨てる、これが本来稼げるトレードです。なので、本当に稼いでいきたいんであれば、狙えるところでピンポイントで確実に一つ一つ狙っていくっていうのが一番いいんですね。まあ、もちろんね、今回は一般市場で結構頻繁にエントリーポイントが来るんですが、その中でも少しトレード時間っていうのを意識しながらトレードしていただくと、着実に資金が増えるかなと思います。はい、そうしましたら今回の章はどうでしたか。インチケートを2つ使ってるのに対して、見るポイントはたったの1つ、かなり画期的っていうのがお分かりいただけたかと思います。まあ、条件とは本当に簡単で、投資が未経験な方でも即日収益を上げられるくらい力を持った章ですので、この機会にぜひ自身のトレードを落とし込んでください。では最後に、こちらの章の設定値の受け取り方法についてお伝えします。全部で3つあるんですが、まず1つ目、この動画にどんなことでもいいのでコメントをください。2つ目、この動画に高評価を押してもらうこととチャンネル登録をすること。で、最後3つ目が、僕に LINE でメッセージをください。で、その際に送ってもらいたいキーワードが画期的手法です。5文字、画期的手法っていう風に送ってください。はい、そうしましたらね、今回はこの辺りでおしまいにしたいと思います。次回以降も初心者でも勝てる、簡単に稼げる書をどんどん紹介していきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。